2問目に行きたいと思います、えー、ご注文が急増して頭が回らないという匿名希望作家さんからのご質問です真央さんこんにちはいつも配信を楽しみに制作に励んでおりますみんね歴約4年になります各地のイベント出店にも力を入れつつみんねでは写真や説明文を何度も変えたり新作を次々に出したりして少しずつお客様が増えておりました 月に3万円ほどの売り上げで今年中に第1目標の10万円を超えてみせるぞそしていつかは30万円とかいけたらいいなぁと夢を見ながら頑張っていたのですが3月からご購入者様が増えて5万円を売り上げました4月にはさらに急激に増えて23万円今月はえっとこれ5月にご質問いただいたので5月のことです50万円いきそうです わかりやすく言うと発送数が今まで30件前後だったのが一気に250件ほどになりました今までは楽しみながら制作をしていたのですが休憩する時間もなく朝早くから寝るまで制作に追われる日々へと変わりました発送までの日数を増やしてのんびりマイペースでとも考えましたが先延ばしにすればやらなくてはいけないことが増えて終われるかもしれない 梱包も喜んでいただけているので手を抜きたくないし、合間合間にお客様ともコンタクトもあり、頭はパンク寸前、体はぐったりの毎日です。今年に入ってすぐの頃に値上げをしているので、これ以上値上げをしていいものなのか適正価格もわかりません。このままでは新作を考える時間も撮影写真撮影の時間もない、いつか体をかわ壊してしまうだろうなと思っています。 のんびり気ままスタイルより忙しい方がやりがいがあるので贅沢な悩みではありますが 少しだけ楽になる程度にどこをどう変えたらいいかアドバイスいただけたらと思います。これからも頑張っていきたいのでどうかご伝授ください。というご質問です。ありがとうございます。だいぶしんどそうな状況ですよね。お答えしていきたいと思います。でこの方は匿名希望なのと、まあ、おそらく今もうあのギャラリー拝見したんですけど、いろいろ試行錯誤されている段階だと思うので、もう 正直詳しい状況次第でいろんな選択肢があると思うんですね、なので今の段階で私がその匿名の状態でわって細かいことを言えることってあんまりないなと思って本採用にしなかったんですけど、まあ、ち,ょっとちょっとだけアドバイスできるとしたらというのをあの答えしたいと思います2つあります、まず1つ目は急激に売り上げが伸びた理由をしっかり分析することです。 2つ目はお客様の1回あたりの平均購入単価というのをその今よりももっと上げていく方向で何ができるかということを考えてみてはどうかなと思います。でですね3月の,あの平均購入単価と5月の平均購入単価をまず比べてみてください。あの質問にお書きいただいてたのは3月は5万円で30件。 ってことだとだ思うんですけど、えー、5月5月だと50万円で250件結局5月末の着地がどうなったか資材だと思うんですけどそのままその売り上げと比例してあのー、5万円が50万円売り上げは10倍になったけど発送件数は30が10倍で300件になったわけじゃないんだったらまあちょっとずつ購入単価が あの増えてて発送件数が減ってるっていうのはこれはあのとてもいい形だと思うのであの単価が上が上ると売り方の選択肢が変わるんですね売上げをすごく出しつつもあの発送の件数を抑えるお客様の数はその分少ないかもしれないんですけれどもそれでも望んでる売り上げを立てることができるのでもっと伸ばそうと思った時にもっと件数伸ばすという施策別に打てるのでねすごくあの単価が高く持っていけるんであればその方が商売と としては選択肢が増えるんじゃないかなと思います。そこをちょっとまず考えてみてほしいですね。で、発送業務がま大変なのはやっぱり一度の購入で複数買いしてもらえるようなお店作りっていうのを意識してみること。で、すでに今現状この匿名作家さんは何とか円以上で送料無料っていうサービスは行われてるんですよ。で、果たしてその条件が今のその貼ってくださってるお客様の その購入の行動とうまくそのバランスが取れてるかっていうところここはの見直しのし,してみる必要はあるんじゃないかなと思います分かんないですよちょっと実際の売上金額とかが私の方では把握ができてないので分かんないですけど、まあ、そういうところにもヒントがあるかなで販売価格作品の販売価格はまあ控えめだなとなんとなくは感じましたけれどもこれもまた実情が分かんないのでもし今後価格改定する予定があれば さっきお伝えしたその何とか円で送料無料っていうところの条件設定と合わせて何と何を合わせ替えして買ってほしいか1回の購入でこういうラインナップで買ってもらうのが私の理想だしお客様にとってもプラスになるんじゃないかなっていうところを提案してみるとかね数字に出してみると多分何か見えてくるんじゃないかなっていうのが私のあのー、拝見した感じの印象でした。で えー、今ちょっともう頭がいっぱいで体もちょっと限界ギリギリですごくしんどい時期だと思うんですよおそらくその最初に話した ① えー、急激に売り上げが伸びた理由をしっかり分析することこの時間が取れてないんじゃないかなと思うんですねでその,そのまま走ってしまうとやっぱ疲れちゃう時に頭がどん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 止まっていくので不安感っていうのが漠然としていてそれがどんどん増えちゃってるんじゃないかなと思います ちょっとした決断でやっぱり数字を出すっていうのはすごく時間がかかるんですけど普段やってないことをやることで自分のその状況っていうのをああの時よりも今の方がいいとかそういう何て言うの判断軸になるのはやっぱり数字だと思いますあの感情の問題じゃなくて今大事なのはちゃんと数字出すこと売れた時に何で売れたのか何で3万円が え3万円じゃないや月に5万円だったのがえ250件も注文が来るほどまでに伸びたのかどこで露出されたのかとかねあのどんな何を変えたらこうなったのかとか分からないと思うかもしれないかもしれないけどもう突き詰めていくとなんか絶対理由があるんですよ。そんなな自自然然発生的ににご自身ののファンの方が突然5月になったら 湯水のように湧いてきたっていうことはないので何かしらどっかにあのターニングポイントがあったんじゃないかなと思いますなのでぜひ、あのー、そこを掘り下げて考えて仮説を立てる検証するっていうところをぜひやってみていただきたいなと思いますはい、えー、ご質問ありがとうございましたはいじゃあ今日の配信はこれでおしまいになりますよかったら高評価のボタンなど押してくださいご視聴どうもありがとうございました